白線流しの行われる、ひだ高等学校前、白線流しは、毎年、卒業式の日に卒業生たちが、学帽の白線と青ーラー服のスカーフを一本に、結びつけ川に流す行事。例年3月1日に、岐阜県高山市にある、岐阜県立ひだ高等学校で、学校前を流れる第八ヶ川において行われており、昭和中期の一時期に中断があったものの復活し、70年。 以上を行われている。本記事では、この行事を元にした、テレビドラマについても述べる。大正時代、岐阜県高山市の旧正平中学校で、授業をボイコットして、退学処分になった退学生たちが、学校を去るとき学帽を川に投げ捨てたのが変化し、1930年代後半、卒業式の後に卒業生が、学帽の白線を川に流したのが始まり。 当初は一部の卒業生が3・散後個々に白線を流していたが、やがて友人同士白線を結んで流すようになった。戦後、生徒会主催の白線流しの行事となり、飛騨高校で続いている。旧制中学時代は男子生徒だけだったので、学生帽の白線を流したが、新生高校になり、男女共学になって以後、セーラー服のスカーフが加わった。革を挟んで、 校舎側に並んだ在校生が送別歌を歌い、対岸に並んだ卒業生が、友江城が、岡別里の歌を歌いながら、一本につないだ白線と白スカーフを流す。以前は、流した白線は、下流で回収して乾かし、ボランティア団体に譲渡していたが、近年それはなくなり、乾燥させた上処分される。白線流しの時に歌われる、送別歌と友江城が、 岡別りの歌は、共に、日田高校のオリジナルソングである。創別歌は1960年に作られたものだが、ともえ城が、岡別りの歌は、太平洋戦争末期、戦地に赴く学友への積別歌として、旧正日田中学の生徒によって作られたもので、白線流しの時に真意を伏せて歌われ、以後、白線流しの歌として、今も歌い継がれている。なお、新生高校になってからは、 全工場と歌手中の、明ら中が、明ら高に、4年が、3年に、4清掃。1970年代にはこの行事は行われなく、なっていたが、1976年1月から4月に、TBS で放送された、西名秋子、奥まさ主演のテレビドラマ、木下圭介、人間の歌シリーズ送信物語に取り上げられた、ことがきっかけで復活した。その他、 岐阜県増田郡萩原町にあった岐阜県立増田高等学校でも1950年代に白線流しが行われていたという記録が残っている。白線流しという行事が再び全国的に知れ渡ったのは、早春物語の放映から15年後の1992年3月29日に、富士テレビで横山高春によって、この同年に卒業式を迎える日田高校3年。 地域組の生徒たちを追ったドキュメンタリー番組、別離の歌飛騨鉱山の総春風、白線流し、が放送されたことだった。その4年後の1996年に、フジテレビ系列で連続テレビドラマ、白線流しが放映され、一層知名度が上がった。このドラマは、飛騨高校の白線流しをヒントに制作されたが、岐阜県高山市の飛騨高校が舞台ではなく、 長野県松本市の松本北高の生徒たちの青春群像という設定である。なお、松本北高は架空の高校であり、松本市には白線流しの行事を行っている高校はない。ドラマ、白線流しが放送された後に、4年後の日田高校3年、G 組の生徒を追ったドキュメンタリー番組、白線流し4年後の早春風が放映された。この時に企画等に携わったのが、 ドラマ版、白線流しの企画担当の横山高春であった。1996年1月11日より3月21日まで、毎週木曜日22時22時54分に、フジテレビ系列の木曜劇場を枠で放送された。主演は、長瀬智也、坂井美紀、松本市の松本北高校卒業間近の3年生を中心とした男女7人の青春物語。 偶然出会った、定時制生,生徒との友情、恋愛を、松本の静かな風景の下で、高校卒業まで綴っていくストーリー、主要人物、編集、大河内渡る園、長瀬智也松本北高校の定時制に通う青年、母親が出て行った後、父ががんで亡くなり、引き取られた親戚の家でも片身が狭い思いをした、ことから、中学卒業後は一人暮らしをしながら、 工場で働き、亡くなった父のように、天文台で働くことを目指している。成績優秀で真面目な性格だが、不幸な追い立ちからひねくれてしまっており、他人に深入りすることを嫌い、誰に対しても距離を置くようなところがある。卒業後は大学に合格するも辞退し、北海道初産別村の初産別天文台に就職するが、不景気の煽りを受け天文台が閉鎖。 その後東京でその子と同棲生活を始めるも、ホストクラブで働いているところをその子にばれたのが、きっかけで別れることに。そして、青年海外協力隊の同僚だった三里と結婚するも、死別、岐阜で三里と生活している時も、天文の勉強をしていたようである。そしてついに、夢見る頃を、の最後では、父の後を継ぎ、念願だった。 松本の小川天文台の仕事に就いた。七倉その子園、坂井美紀松本北高校三年生。明確な夢や目標を持てず、迫りくる進学に悩みを抱えている。現役時は、新州大学を受験予定だったが、当日のハプニングにより受験せず、一郎を決意。一年後、早稲田大学に入学し上京するも、卒業時に立てた教師になるという夢を見失い。 卒業後は、東京の小さな出版社で、アルバイトとして働くことに。当初は苦労していたが、だんだんと仕事が楽しくなってきた矢先。故郷松本の高校の誘いを受け、松本寺の両高校で臨時講師として働く。その後、教員採用試験に合格し、母校の松本北高校に教師として戻ってきた。シリーズを通して、渡るに恋心を抱いている。 20歳の風までは順調な交際を続けていた二人だったが、旅立ちの歌で別れることに、25歳では、渡るの結婚を知り、白線を流した川で号泣してしまう。夢見る頃を、では、祐介と交際し、結婚するつもりだったが、渡るへの思いを捨てきれず、別れを切り出した。E の窓火炎。今日の琴松本北高校三年生。富山真二とは、高校時代から、 恋人同士、そのことは中学からの同級生。推薦入学による都内の大学への進学が決まっていたが、ン次の雪山遭難をきっかけに将来を考え直し、看護師を目指すために名古屋の看護学校に進学する。その後一時期ン次と別れ、先輩医師と付き合っていたが半ば捨てられた形で別れてしまい、再びン次との交際が復活する。現在は、 新州大学医学部附属病院で看護師として働いている。旅立ちの歌で長年の交際を実らせ、ンジと結婚。25歳以降出演時のクレジットは富山窓かになっている。息子、ンゴを設けるも仕事と育児の両立での色をぜ気味だった。その子の良き相談相手でもある。長谷部雄介園、柏原隆松本北高校3年。 京都大学への進学を目標として、勉学に励み、成績は常に、学年でもトップクラスだった。入試直前に、新州銀行、松本支店長の父、俊之が不正融資疑惑で逮捕され大きく揺れるが、その後であった、シナノタイムスの記者、宇佐美の影響を受け、弁護士を目指すことに、その後年間の京都大学に進学し、司法修習生を経て弁護士になるも、 自分の思い描いていた理想とのギャップにずっと悩んでいる。プライドが高く、はっきりと物事を言うタイプ。その子に思いを寄せている。その後その子は渡ると交際することになり、自身は茅野と交際していたが、自然消滅。夢見る頃を、ではその子に告白し、交際を始め、結婚寸前までこぎつけるも、結局振られてしまった。しかし何事もなかったかのように、 天文台のプラネタリウム作りに参加していた。立花の冬美縁、まぶちえりか松本北高校3年、将来は女優になることを目指しており、卒業後は上京し、小さな劇団で役者を目指すも、挫折、その後脚本家を目指すべく上京、執筆、投稿をしながら、仕事を転々としていたようである。25歳では、仕事先で出会った素人同棲していたが、実家は、 浅間温泉にある旅館、現在は後日の姉が継いでいる。旅立ちの歌では、松本北高校同級生たちのこれまでを物語として書きたいと打ち明け、白線流しの課題で執筆を始める場面があり、当ドラマの脚本家、信本恵子を連想させる描写がある。富山新次元、中村隆松本北高校3年、運動神経抜群だが、勉強は苦手、いいのまどかとは、 高校時代からの恋人で、窓かのわがままにいつも振り回されている。卒業目前に、雪山で遭難し、救出されたものの一時期を苦送室に、しかし仲間の支えで記憶を取り戻し、救出してくれた隊員に感銘を受け、それまで特に将来何になりたいか目標はなかったが、山岳救助隊の隊員を目指すべく卒業後は、警官に、その後、窓かと結婚。 仕事に家庭に充実した毎日を送っていたが、誤って、その子の教え子カップルを追跡し、怪我をさせてしまう。さらに窓かが育児と家事と仕事の両立で、ノイローゼ気味になっていたこともあり、家族のために、山岳救助隊隊員になる夢を諦め、警官を辞め実家の神社の管主になった。七人の中では唯一松本を離れていない、塩田茅の園。 優衣良子渡ると同じ工場で働く女性、渡るに恋心を抱いている。そのためか、当時その子に嫌がらせを繰り返していた。さらに、保護観察期間中で、筋金入りの悪だった。しかし、6人との友情に触れ、改心、メンバーに加わった。松本市内の私立高校中退。実家は、売れない、用品店である。その後東京の記事屋で働いた後、スタイリストの道に、 順風満帆に見えたが、女優との契約を打ち切られ、一転借金取りに追われる羽目に、それでも持ち前の強気な性格でたくましく生きているようである。恋愛面では、ゆうすけと交際していたが、自然消滅。その後は、仕事が忙しく、恋愛する暇もなかったようだ。今となっては、高校の同級生だったイメージがあるが、第7話で、ゆうすけたちに借りたお金を返そうと、 ユうスケたの住所を教えてもらおうとしたとき以外、高校の校舎に入ったことがなかった。しかし、夢見る頃でプラネタリウム作りに参加するため、松本北高校の校舎に足を踏み入れた。七倉家、編集七総綾子園松本るみその子の母、心配性な性格で、過干渉気味に、その子に口うるさく言う。夫、勝彦没後のスペシャル、25歳では、 自宅権委員を処分し、以降は、ホームヘルパーとして働きながら、マンションでその子と暮らす。七倉勝彦園。山本圭その子の父で開業医。厳しさと優しさを兼ね備えた性格。まさに一家の大黒柱といった雰囲気で、穏やかに妻子を見守る良き父。時折、人生に悩むその子を、温かい語り言葉で後押しする。スペシャル、旅立ちの歌で救世。その他、 編集、小沢雅子園、よきみこ松本北高教諭、その子たち5人が在籍する3年 A 組の担任、サバサバした性格で生徒たちを温かく見守る、スペシャル、夢見る頃を、では、教育委員会に、移動、その子発案の天文台での校外学習を、後押しした、相馬一郎園、平泉聖渡るとか野が働く相馬製作所の、所長、 松本北高の野球部出身でユースケの父、敏行とは幼馴染みであり、バッテリーを組んでいた間柄である。スペシャル、20歳の風では、資金繰りがうまくいかず、工場を畳み、自殺未遂を起こす。長谷部敏行園、佐々木勝彦ユ介スケの父、進む学校の松本北高から、一流の大学を出て、新州銀行、松本支店の支店長を務めている。戦術のように、 相馬製作所の所長、相馬一郎とは、同じ松本北高の野球部出身の友人である。そのため、相馬製作所が、資金繰りに困るたびに製作所に融資をして、相馬を助けていた。しかし、銀行の何者かによって、不正融資疑惑をかけられ、長野県警に逮捕された。ところが、シナ野タイムスの宇佐美の取材記事により、無実が証明された。山村たすくいさご縁。 白川和子渡るの母、浮気が原因で夫とは、生前に離婚。再婚し、東京で暮らしていたが、夫の事業が失敗し、富山に移り住む。再婚後は、渡るの異服帝を出産。マストアイテム、編集、中の名前松本北高校でのその子と渡るの出会いに、重要な役割を果たした本である。その子が図書室でこの本を借りたその日。 卒業アルバム委員のユ介スケとキスしたその子が逃げていく。途中でこの本を落とし、渡るが拾ったのが二人の関係のきっかけとなる。渡るは天文大勤務の父を持ち、その子は天体望遠鏡を持っており、天文好きの二人をつなぐ。ゲスト、編集連続ドラマ、編集田沼言語郎園、下條正美松本市内で、寿司源という寿司屋を営む寿司職人、自称、 新州一の寿司職人で、通称、原産、雪山騒南で入院した新寺と同室になった縁で、新寺たちとも親しくなり、新寺のことは、新の字と呼んでいる。昔、隣の女学校に通っていた、お民ちゃんという女学生に、その子が似ていることから、その子を、お民ちゃんと呼び、とても気に入っており、新寺の退院祝いのために、その子たち5人に、自身の店で寿司をご馳走した。 聖火は、岐阜県高山市で、旧正飛騨中学の卒業生でもあり、白線流しのルーツをその子に語る。新寺たちの前では、気丈に振る舞っていたが、実は毎晩痛み止めの注射を打っていた。新寺が退院した後、歩道をなくして亡くなった。宇佐美忠だ園、今井正幸祐介の父の収賄事件を追う、品のタイムス、松本市局の記者、祐介の父が無実であることを突き止め、 ゆうすけが、弁護士を志すきっかけを作った。立花のともこ園、加藤孝子冬美の姉。第4話、7話、10話に登場。実家の浅間温泉の旅館のおかみを継いでいる。桃瀬園、杉山綾子看護師。第9話から10話、19の春、編集。原田翔吾園、伊川久志初産別天文台長。園、袴田義彦名古屋医科大学病院の医師。 窓ドの名古屋の看護学生時代の交際相手、上田直也園、角田幸穂和稲田大学テニスサークルの先輩、白川玉木園、渋谷ことの園の子の小学校時代のクラスメート、和稲田大学テニスサークルの部員、20歳の風、編集、長井瞳園、水川浅見みの子の家庭教師の教え子、屈折しており、園の子たちに迷惑をかける、長井園、清水昭和家庭を帰り見ない、 瞳の父、作中で、下の名前は明かされていない。旅立ちの歌、編集とヨハシカズヒ小日向文代園子がバイトする出版社編集長、バイトの園の子に冷たい、新見信行演ダンカン渡るが働き出す、ホストクラブ店長、店は警察に摘発される、金井美香演。星野ゆか園子がバイトする出版社社員、25歳、編集、吉川美里演。 原幸江渡の内縁の妻。青年海外協力隊として行ったスリランカで、渡ると出会い帰国。その後、渡ると結婚。現在鉱山の実家で暮らす。スペシャル、夢見る頃を過ぎても、出病し、高坂清縁。横山博志その子が、臨時採用された高校の教え子。屈折した性格。白縁。長井大冬美がバイトする工事現場の同僚。 その後交際へ発展するも、ろくに仕事もせず、冬美の部屋に転がり込む。スペシャル、夢見る頃を過ぎても、で破局。縁、国村俊祐介が街で出会ったホームレス。本田和也縁、小木重光祐介の務める、法律事務所の先輩弁護士。はす隆縁、浅野和幸松本次郎良高校教員。その子が副担任を務めるクラスの担任。縁、高畑純子賞の母。 夫と離婚後、弟の見引き取り、東京で暮らし、性に冷たい、夢見る頃を過ぎても、編集、千住豊か園、小出圭介その子の教え子、松本北高3年、スポーツ推薦での大学進学が決まっている、後藤か奏園、西原秋豊の彼女、松本北高3年、村山園、大杉さざなみ閉鎖が噂される、小川天文台長、今は亡き渡るの父とは、 以前同僚だった。演、上原美佐子義主家光演じる雄介の先輩弁護士のクライアントの学娘、雄介に離婚調停を依頼する役、テロップには特別出演と明記、連続ドラマ、編集スペシャル、編集、ありがとうございます。